さっと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。待ってろみんな。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん。悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット、そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザ、もう貴様はおしまいだ。ザマミア。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天って。
やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。ずっと強いようだね。でも僕には金はない。かもな。でも分かんねえぞ。モーニングアップはこれぐらいにしようかね。オラもだ。計算では 50%、 つまりマックスパワーの半分を出せば身を一部に一輪する。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったなあ。れで半分の力だっちゅうなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。なんてことだ。
して聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。カヨウの言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。まさかあのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリタ、お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの弾じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいヘイどもが。あんなところにも。
まったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから、まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬ。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん。ゴーク、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。でさっさと突き抜ける。早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。すんのねえもんが次から次へと殺しやがって。クリーン、待て。偉そうなことも言えよ。貴様らサイヤ人は罪のない者へ殺さなかったことでいいのか。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないんでね。何だ、俺が貴様を滅ぼす。はい、
星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオチクシオ、終わりだフリーザー。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ！しまった！チッ！パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を。覚悟しろフリーザー。貴様がフルパワーに何年待っているのか。最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな。何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか？はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか？叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者を生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。
そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが、急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。したことだ。なぜ、なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ。私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い、フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って
最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。あ、はい。さあどうした、願いはもうないのか。では、最後の願いを。あれは、ドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを不老不死にしろ。ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。な、どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。ハモン、ありがとうございます。力がよっ、ハッ、勝てるわけがない。
やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。自得とはいえ、貴様らしくねえ、惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。と言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。